皆さんこんにちは、竹脇まりなです。本日はアラフィフで10キロダイエットしたうちのおとんに質問コーナー。はい、ということでうちのねおとんって実はすっすごいダイエットをしててね、6、7年前くらいに10キロくらいの大ダイエットをね、成功させてるんですよ。で、50過ぎてからそんだけね、ダイエットできるってね、改めてすごいなと思って、今日はそんなうちのおとんに電話をして、いろいろダイエットの方法を聞いていきたいと思いまーす。それでは、スタート！オッケー、じゃあ電話をかけていく。もしもし？あ、もしもし、ハロー、ハロー。ハロー、ハロー。ハロー、元気？元気。今、おかんもいる？オッケー。あのさ、おとんにいろいろね、聞きたいことがあって、ダイエットをしたじゃん、おとん。うん。そう、その時のことを動画にしたくて、電話をかけましたわ。了解。何でも聞いて。オッケー、じゃあ、いろいろ聞いてくね。うん。まず、基本情報からね。今の身長は ?177 センチ。高いよね。年齢は ?60 歳。今の体重は先週、ジムに行って、76.2。 ダイエット前マックス何キロあったの？マックスがね、うん、86。アランちゃん、アランちゃん、アランちゃん、ついなっていうことで結構死んだのも完全に肥満っていうやつで言われちゃったんだ。でとどめがママが膨れちゃったら、うん、手つないで歩いてくれないって言ったんだ。3メーターくらい離れて歩くよって言われてその時にダイエットしようって決意したってこと？そうそう、健康診断はさ、年々やっぱり上がっていったもんな。あ、そうなんだ。確かに私がちっちゃい頃からおとんってそこまでスリムな印象はなかったんだよね。結婚した時はめっちゃくちゃ痩せ型だったんだよ。そう、いや、わかる。実家にあるアルバムでお兄が生まれてる時くらいは細かった。75kgは切ってたよな。うん、で身長がね結構あるからね、適正体重だよね。でそこからさ、マックス86kgになってたのは何歳ぐらいの時？30過ぎあたりから勘違いしたところがあって、背広着てるからちょっと滑覆があった方がかっこいいみたいだよ。あー、細身よりもちょっと体格あった方がかっこいいんじゃないかって当時思ってたってこと？そう、自分に言い聞かせて、割と太ることに抵抗なかった時期があるんだよな。あ、そうだよね。だからおとんが多分ちょっとずつ体重が上がってった時期はさ、白米の上にマヨネーズダクダクにかけてるイメージ。マヨネーズよ、主食だよ。丼一杯の白米にマヨネーズなイメージだった。そうだよね。でそれでちょっとずつ体重が上がっていって、でそのまあマックスになって、で健康診断とかおかんきっかけにダイエットを始めて、どういうダイエットをしたの？ダイエット自体はね、白米やめたんだよね。丼いっぱい食べてたやつをキャベツの千切りにしたわけよ。なるほどね。ドレッシングいっぱいママさん準備してくれて、5、6種類あるんだもんな。え、それ手作りってこと？最初は市販のやつを5種類くらい揃えてるんだけど、ここ数年はバジルソースを1年分作っちゃうんだもんな。あ、実家の庭に生えてるもんね。それがほとんど主食で、多少飽きた時にノンオイルドレッシングとかそういうのをちょっと浮気してみるみたいな。なるほどね。置き換えるっていう考え方だよね。ちなみにさ、マックスの体重からマイナス10キロするまでにって何ヶ月かかったの？6ヶ月弱。でも半年で10キロってすごいね。途中からさ、絞っていくことがさ、すごい楽しくてしょうがなくて、こんな年齢でちょっと頑張ればこれくらいできるんだっていうのがね、すっごい自信になってさ、若い自分の部下たちに、俺だってやればこんなに絞れるよなんて自慢したわけや。いや、そうだよね。だってどの年齢の人からしても10キロ痩せるは普通にとんでもなくすごいからね。とにかくベジファーストで野菜食べてくから他のもの食べろって言われて。ああ、なるほどね。じゃあご飯を食べるときはまずはキャベツとか他の野菜から食べて、お肉とか主食とかはその後に食べてたってこと？そうそう、だから全然我慢してるってことは全くなかったわけよ。甘いもの好きなんだけど
初は2個食べてたのを1個にする程度で、甘系のものは量を減らしたね、うん、全くやめるとね、ストレスになるから。あ、そうね、いや間違いない。でもじゃあ別に完全にお菓子を食べなくなったわけじゃなくって、半分程度にしてるって感じ。そうでも積み重ねなんだね。でちなみにさ、半年間で10キロ痩せるまでの間に停滞期とかってあった？全くないんだよ。ないんだ。体重計に朝晩、今もそうだけど乗ってるわけよ。自分で食べ過ぎたとかって言った時の体重ちゃんと覚えてて、次の日なれば前の日より1キロ増えたとかってなれば、その日の重いご飯は軽くするとか、で夜はそばにしてねとかって言って、カロリーコントロールは意識的にしたね。そうなんだ。今はキープを目標にみたいな感じだけど、体重計には乗ってる。体重計には今も乗ってるよ。大事だよね。86キロ時代って多分体重計に乗る習慣なかったんじゃない？ない。そうだよね。見たくなかったりとかするもんね。靴下履けなかったからね。だからいつに座って靴下履かないとダメでて。そうなんだ。靴下を自分で何の抵抗もなくスッと履けるようになって、うん、2階の階段を上まで行って全く全然言わなくなって、いくらでも登れるようになった時にね、実感したな。おお。俺はできる男だって。ちなみに今さ、ダイエットの方法が基本的に多分食生活だったと思うんだけど、運動はしてた？お母さんに運動指導を受けたわけよ。あ、おかんからね、運動指導を受けたんだ。まず食生活で体重をある程度落としてから、ウォーキングやって、うちにバランスボールを置いて毎日やったね。そうなんだ。あ、じゃあまずは食の見直しから始めて、軽い散歩とかの有酸素とかバランスボールから始めたんだ。そうそうそう。ちなみにさ、運動はさ、歩き始めた時っていうのは最初は1日何分くらいから始めたの？30分くらいかな。なんだ。あ、そうなんだ。その後は長くなってってるの？たまにジム行ってトレッドミルで10キロだな、だいたい1時間半くらいかけて。あ、でもすごいすごい。バランスボールはさ、どういう風に使ってるの？腹筋ってなかなかやりにくいから、バランスボールでやると毎日だいたい300回くらいやってたから。あ、バランスボール使った腹筋ってこと？そう。じゃあちょっと普通の腹筋よりかはやりやすい腹筋なのか。そうそう、お腹に力入れてるような感じだな。あ、なるほどね。バランスボール使ったやつは負荷は少ないけど、多分怪我しにくいもんね。あと一つね、運動でね、歯磨きしながらスクワットっていうやつやってんだよ。ながら運動をしてたんだ。めっちゃ偉いね。でもそういう風に習慣になるのが一番いいよね。これおすすめ。歯磨きの上下とね、スクワットのリズムがちょっとできてくるから。歯磨きのリズムとスクワットが合う。動きが知らず知らずにスクワットに繋がっちゃってるわけ。それすごいじゃん。そういう風なのも組み合わせて10キロかマイナス、うん、そうだね。食事の中で揚げ物を避けたりだとか、うん、食事の内容は変わったりはした？麺を食べるんだったらそばがいいって言われて、最初そんな必要なかったけど、食べ始めたらこんな美味しいのあるんだかっていう感じで。ご飯もね、うん、全く食べないわけでなくて、雑穀米、雑穀米はねちょっとさっぱりしてるよね、うん、聞いてて思ったんだけど、普通の人ってそんなに多分ポジティブに考えを切り替えられないような気もするの。思ってた以上に理想的に変わっていってるなって思った。なかなかやっぱりさ、50とか40とか過ぎると、もちろんキープすることも大事だけど、キープすら難しくって、出産とかで上がっちゃった体重だとか体型っていうのをもう戻せないみたいな感じに思う方もいると思うし、実際ね本当に大変なことだと思うのけど、落とせたのはすごいよ。愛の力だね。ベースの愛の力だね。そっか、ありがとう。いろいろ教えてくれて。オッケーオッケー。うん、じゃあ一旦切るね。またかけるね。うん、うん、またかけて。あいよ、ありがとね。はーい。はーい、じゃあね。はい、ということでですね、おとんのダイエット方法でした。改めてダイエット方法をね、聞くっていうことがなかったから、思ってたより健康的に痩せてて嬉しくなりました。うちのおとんとかおかんと同世代の方、ぜひ参考になったら嬉しいです。それでは今日の動画は以上にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。おとんとかおかんとか私への質問があれば、ぜひぜひコメント欄にいろいろ書いてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバイ。Bye.